国紀元前830年代のユダ王国。ユダ王国は紀元前10世紀から紀元前6世紀にかけて古代イスラエルに存在した王国。もともとあった統一イスラエル王国が北と南に分裂してできたもの。族長ヤコブの子であったユダの名前に由来している。しばしば分裂した北王国と対比して南王国と呼ばれることもある。首都は エルサレムであった。サウルの後を継いだダビデ王によって統一された統一イスラエル王国はソロモン王の死後、紀元前930年頃に分裂した。南のユダ王国はユダ族とベニヤ民族から構成されており、北のイスラエル王国はそれ以外の十部族からなっていた。もともとダビデの一族の支配から北のイスラエル王国が独立した形となったため、 当初ユダ王国では北イスラエル王国を再び制圧して全土を統一しようという意気込みが強かった。そのため分裂後の60年間は南北王国の間でたびたび戦いが繰り返された。その後は和解した両国の関係が安定し、ダマスカスなどの共通の敵に対して共同戦線を張ることが多かった。 紀元前8世紀の中頃には両国とも力が充実し、ソロモンの最盛期にも匹敵するほどの国土を獲得した。しかし、アッシリア帝国が没興すると、紀元前722年に北のイスラエル王国はシャルマネセル五世に占領され、滅ぼされた。その後、ユナ王国はアッシリアに服属する形で存続していたが、 紀元前609年にメギドの戦いの敗北によってエジプトの支配下に入った。紀元前605年にカルケミシュの戦いで、エジプト第26王朝の猫2世がシンバビロニアのネブカドネザール2世に敗れた後、紀元前597年に、そのネブカドネザール2世の前にユダ王国も屈した。その後しばらくは独立国としての存在が許されて、 いたが、最終的には、エジプトと結んで、バビロニアと対抗しようという企てが露見したため、紀元前586年に、エルサレム全体とエルサレム神殿が破壊され、支配者や貴族たちは、首都バビロニアへ連行されることになった。これを、バビロン保守という、ソロモン王の死後、イスラエル分裂後の王の系譜と、業績紀元前830年代の南、 レバントユダ王国イスラエル王国ペリシテトシ州フェニキア州アモンの王国エドームの王国アラムダマスカスの王国アラム族アラブ族ブアツ族アッシリア帝国モアブの王国在位には諸説あるがここでは最も広く受け入れられているウィリアム・オルブライトの説による年号はすべて紀元前である詳細はイスラエルの歴史を参照ユダ王国が滅ぶと わずかな例外的時期を除いて20世紀に至るまでユダヤ民族が独立国を持つことはなかった。以下に歴代の統治者を示す。ありがとうございます。